よし、バッチリ覚えたぞ。感謝する。手順はもう大丈夫だよな。もちろんだ。これでもこの辺りで一番の料理人だぞ。じゃあ、国政と山林のところに戻ろう。国政、山林、戻ったぞ。料理は終わったの？ちょうどこっちも終わったところよ。どうだ、その本に有用な情報はあったか？いい手がかりを手に入れたわ。しかも、かまど神に関して意外な記載を見つけることができたの。本には、北西200里先に霧州が位置する。そこには多くの集落があり、人々は狩猟や農耕、織物などをして暮らしていた。かまど神が降臨した時、かの者は、一から幾千万もの体に分かれ、無数の童子の姿となった。星が大地へ降るように、その者たちは人々の住まう地に散ると、火を起こし、食の手助けをした。民はこうして火を手に入れ、温かいものを作り、米や汁を食し、獣の肉を焼くようになった。これは、リーウェ神話周囲の内容と全く一致せず、矛盾する点が多いわ。一から幾千万もの体に分かれってどういう意味だ？かまど神は何人もいるのか？文字通りだとそういうことになるわね。人々の住まう地に散ると火を起こし食の手助けをした。かまど神は料理を手伝ってくれるってこと？民を大切にする神のようだ。今、二つの手がかりが矛盾してるけど、どっちを信じるべきなんだ？調査を進めてから結論を出すことにしましょう。貴重な本を読ませてくれてありがとう、元将。いやいや、とんでもない。逆に旅人にいろいろと助けてもらったし。いつもお前らには世話になってるな。今日はちょうど手が空いてるから、みんなに美味しいものをご馳走したい。どうだ？用事は食事が済んでからでもいいだろう。ああ、この人、料理の腕に相当な自信があるみたいだね。彼みたいな料理人は、きっと美味しい料理を作ってくれるんだろうな。ねえ、旅人。この人の料理を食べてみたいんだけど、いいよね？断りにくいわね。問題ないわよ。元将、どんな料理か期待しているわ。じゃあ少し待っててくれ。